ニトクリスである。こたびは断罪のファラオとして、冥府神アヌビスの代行者として、そして砂漠の夜の風として、お前の力となりましょう。我が同盟者、いえ、契約者、頭を垂れなさい。せいぜい手厚く偶するように。良いですね。おいしいおいしい。良い心がけですよ。もぐもぐ。どこまでも育ってみせましょう。もぐもぐ。ふぅ。やっと霊気が馴染んできたようですね。ええ。はい。神気が霊気から溢れ、崩壊しかけている箇所が光っているのです。ん？何をそんなに慌てた顔をして。落ち着きなさい。どうどう。さらに霊気が馴染みましたね。良い傾向である。どこかに行きますか？行きますね。良いでしょう。対等の同盟とはいきません。この霊気の私は、さらなる高みにあるファラオ。無論、他者に貸し付くなどありえない。故にそう、こたびのあなたは、私の契約者とする。何かを望むのであれば、契約に基づき、都度捧げ物をするように。良いですね。何か。契約者。はい。はい？契約者だと、普通のサーバントとマスターと変わらないのではないか、と。え？あれ？なるほど。ファラオ・オジマンディアス。通常霊気のニトクリスがどうだったか知りませんが、この霊気の私にとっては、そうですね。年若い弟やこのようなもの。なればこの私は、かのオジマンディアスの姉、あるいは母のようなもの。いいでしょう、ファラオ・オジマンディアス。お姉さんがいい子いい子してあげます。なんだか消耗が激しい気がするのでもういいです。うぐぐ。彼女が、シェヘラザード。ほう。キャスター霊気のニトクリスが随分懐いていたと。全く嘆かわしいこと。地上の神たるファラオが、民と同じ地平に立つなどと。うん。どういう人物なのか、まずはちょっと話をしてみますか。嬢ちゃん？このアヌビス神の権限にして、天空に座すファラオたるこの私に、不敬極まる！嵐だかなんだか知りませんが、不敬！ぐぬぬ！あれが、神官たちの罪だけでなく、自らの弱さを断じるべきと決めた私か。弱々しいことこの上ない。あれでは確かに、太陽の光と共にあるしかありませんね。ほう、冥界、冥府の神が。なるほど。我がライバルということになるかな。あのお方は。いえ、ほら、あの青い炎を眼下に宿したドクロの山の翁と申されるのか。覚えました。好きなもの。そんなことを聞いてどうしようというのか。愚かなり、契約者。私がちょいちょい出すアヌビス様の分霊を撫でるのが好きだということを、なぜあなたに説明する必要があるのか。あ、今のなし。今のなしで。嫌いなもの？その手にはかかりませんよ、契約者。この霊気の私は、聖杯に何をも望まない。望みませんので。不敬には罰を。悪逆には罰を。良いですか、契約者。あなたは決して、不敬と悪逆を行ってはならない。この霊気は、アヌビス神の祝福と加護を多く受けている。それゆえのオルタ霊気であり、この私は今や、ニトクリスでありながら、冥府神アヌビスの権限であるとさえ言えるでしょう。例えばそう。通常霊気の私とは違い、非常事態に際しても全くあたふたしない。ええ、そう。全く。そんな私なのです。褒めなさい。私がここに召喚された理由は簡単だ。この霊気の私とあなたが縁を結んだからですよ、契約者。当然のことでしょう。ふふ。ファラオ・ニトクリスは復讐をなしながらも、その行為こそが神罰に値するものと受け入れ、自ら命を絶った。それは兄弟への愛とも、神官たちへの優しさとも、王としての示しとも言えるものでした。私は恩衆なき復讐者。本来、アベンジャーとして成立することのない英霊ですが、今は、あの怒りを無慈悲な裁きに変えましょう。神罰の執行者。それが、これからのあなたに必要な、生きるための力なれば。何用ですか、契約者。顔を見に来ただけ。はあ。まったく、あなたという人は。この私は、アヌビス神の権限でありつつ、同時に天空に座すファラオとも言うべき存在なのですよ。ですが、それでこそ我が契約者。不遜なれど、不敬とは言いません。許します。さあ、望みを言いなさい。一考してあげます。ご苦労、アヌビスである。もとい、今のこの霊気は、アヌビス神の割合が多くなっているのです。ですので今の私はニトクリスではありますが、ほぼアヌビス神でもあるのです。あるのだ。もろもろ気をつけるように。不敬とは言わぬ。褒めて使わそう。この霊気。よくぞ育てきってみせた。何？まだまだ育てることはできる。そうか。それほどか。そうか。美味である。良い心がけだ。どこまで育てるつもりだ？行くぞ、契約者。どこに？どこでもいい、行くぞ。お前はニトクリスと契約をしている。ならば、我が契約者であるな。契約者よ、生きているな。そうか、よし。オジマンディアス、貴様！我の愛らしいアメミットを貴様、ラムセーム・テンティリスの中に飼っているだろう。我のもお前のも分霊ではあろうが、それはそれ、不敬であるぞ。不敬。シェヘラザードか。ニトクリスが世話になっているそうだな。そうかそうか。お前がアーラシュか。なるほど。アールマティの。それにあれだな。西欧今か。そうかそうか。なるほど。死の神がいる。カルデアとは何とも愉快であるな。死の神。いや、貴様は。うん。貴様とは仲良くできそうだ。いや、仲良くしてほしい。名は何という？山のオキナ。ふん。覚えたぞ。好きなもの？そういうのは、ニトクリス 100% の霊気に尋ねてやるがいい。嫌いなものか。狭いのは嫌だな。アメミットをな、もっと広い場所に出してやりたい。まあ、この霊気、この魔力では難しいだろうが。あれは本来、もっと大きなものなのだ。聖杯か。あれこそ罪の凝集である。不敬である。あまり近寄るでない。死にたいのであれば、話は別だが。おっとすまん。今危なかったな。我がちょこんとでも触っていたら、お前死んでいたぞ。もろもろ気をつけるように。触ると死ぬのか、だと？死ぬぞ。というか、今の我はニトクリスのイメージする死の象徴である。死そのものと言ってもよい。つまり我の干渉は、すなわち死である。触ったらどうなるか？うん。お前は死ぬ。我はアヌビスなのか、ニトクリスなのか、か？どちらでもある。ニトクリスの視点では、ほぼアヌビスである。アヌビス神の視点では、ほぼニトクリスである。何？よくわからない？わかれ。なんだ。真面目な顔をして。握手からお願いします。だと。ほう。おうほうほう。死にたいのだな。何？違う。腫れ物に接するようにはしたくないだけだ。と。ふん。変わった自殺だな。何？違うのか？わからんが、お前がニトクリスと親しくしようとしていることは理解した。なら、たまには霊気を戻してやれ。我よりも私の方が、人のようにやりとりができるでしょう。何？それはそれ、これはこれ？面倒だな、お前。